こんにちは、朝8時半です。タイタンビカスピーチホワイトから見ていただいています。昨日も雨が降ったり止んだりだったんですが、今日も朝から小雨がぱらついていました。タイタンビカスブライトレッド、花がちょっと反り返ってしまっていますね。空はどんよりです。今日からいよいよ9月ですね。タイタンビカスのアップを見ていただいていますが、この花粉とか、めしべの先とかとても気になります。アネモネドリーミングスワン、そそとした感じの花ですね。これは昨日と同じ花になりますね。ススキパープルフォールなんですが、花が全部開いてしまって終わったのかと思ったら、雨で元に戻ったような感じですね。高の葉ススキの方はまだまだこれからですね。穂が出て開いたばかりの感じです。10月のお月見まで持ってほしいと思います。魚竜ロゼア、小さい花ですけども可愛らしいピンクの花、雨に濡れていますね。モミジアオイも雨が降るとちょっと花が乱れてしまうというか、パッとしないんですが、いくつか咲いています。赤いのもこんな感じで花の形が悪くなっていますね。これもアップで見ていただきたいと思います。宿根姫ひまわり、ちょっと傷んでいる花が多いんですが、綺麗に咲いているのもありますね。皆さんも忘れてしまったかと思いますが、オニユリのムカゴ、まだついてるんですね。ちょっと触ってみました。触ってもポロッと落ちないんですね。それから小さな蝶々を見つけました。蛇の目模様があるので蛇の目蝶だと思うんですが、かなり小さいんですね。大きめのシジミ蝶ぐらいの感じなんです。それで、羽を閉じると波の模様が見えますね。姫ウラナミ蛇の目という蝶々のようです。普通の蝶々だそうです。襲名菊、たくさん咲いてきました。ガウラが倒れていますね。つぼみがたくさんあります。まん丸い可愛らしいつぼみですね。こちらは、ちょっと蜘蛛の巣が張っていましたね。それから宿根フロックス、これはちょっと終わりかけですね。アルストロメリアサマースノー、つぼみがまだついていますね。ワレモコウの葉っぱにヤマトシジミが来ていました。羽をスリスリさせていますが、中も見せてくださいと言っても見せてくれないんですね。これが、これは襲名菊にツマグロキンバエが来ているところなんですが、なかなかね、思ったように蝶は羽の中を見せてくれません。蝶は近づいていくと大抵飛んでいってしまうので、そっと近づいて、そして息を殺してほとんど無呼吸で撮影しています。アップで見ると羽の縁のところがケバケバしているのとかよく見えますね。他の葉っぱでスリスリして飛んでいってしまいました。今日の庭です。雨で潤ったんですが、ちょっと枯れている葉っぱとかたくさんあって雑然としていますね。手入れをしなければなりません。望遠のデジカメでキジバトを撮っています。なかなかうまく撮れませんね。ピントが今一つ甘いような感じです。こちらのスズメは割とピントが合っているんじゃないかなと思いますね。パン粉を食べていると思われます。周りにも他のスズメもやってきているんですが、人懐っこい2羽だけ、モデルになってくれていますね。
丸尾です。今日も食べづらい餌箱から一粒ずつカリカリを取って食べています。でもこれ結構猫にとっては楽しいことらしいんですね。苦労して取ったカリカリはとても美味しいかと思います。皆さん今日も一日元気で頑張りましょう。